ちは。今は食べる時間ちょっと本当ただ食べてる時間です。見てファミチキがさ、ちょっと食べちゃったんだけど、なんかめっちゃでかくなってきて、ちょっとだけ食べちゃったんですけど、こんなでかいのすごくない？やばーと思って、めっちゃでかかった。あとちょっとだいぶ飲んじゃったんですけど、てか溶けちゃったんですけど、スイカフラペチーノ、めっちゃヤバい人の食事、ジャンキーな人の食事なんですけど、タンパク質をね、入れます。お腹いっぱい、でかすぎ、ファミチキでかすぎ。なんか配信始めたはいいけど、お腹いっぱいでもうやめようかな配信お腹いっぱいすぎる10月14日オンライン申し込みました、ありがとう。10月のお話し会とオンラインと1月のオンラインはもう全部残りわずかまで、もう少しなので、あくあく、待って、ネクギュ最悪、ねえ最悪、めっちゃ汚しちゃった、人みたいになっちゃった、溢れ出ちゃった、最悪だよ。今からレッスンなの。今バレないか。言われたらわかるぐらい。
ありがたいですけどね、こんなに肉汁が出てくるっていうのも。太りそう。まだまだ残ってます。美味しいよ。美味しいんだけどね、お腹がいっぱいになってきちゃった。確かにこれから動く。偶然だけど私もファミチキ食べてる。わあ、それは運命。よし、お話し会買おう。人とはおしゃべりしないとね。今ならもうすぐに買えちゃう。ポチポチポチで買えちゃうから。お腹いっぱい。満足。後からチンして食べればいいの。チンして食べます。まだまだこんだけ残ってる。もうファミチキ1個分ぐらい。すごくない？でかいって知らなかった。15分経ったらやめて自主練してくる。明日の公演と今日のレッスンの自主練をしにちょっと今日は早く来ました。フラペチーノってさ、なんか飲んでたらさ、ここら辺汚くなりますよね。
かります、うん、分かるわ。100回出る。しゃっくりのおすすめの止め方、めっちゃ飲む水を。お水じゃなくてもいいけど。終わり。私はそれで止まります。青くくまくんの痙攣。アシュラさんハートありがとうございます。なんかこのこいつら触覚の長さ違うんだけど。立って前屈をしながら水を飲んでも治る。いやもうそんなことしなくていい。そんなもう立って前屈とかいらないいらない。もうずっとそのなんていうの、水をずっと飲み続ける、まあ、一口じゃなくてずっと飲み続ける。そうと治ります。なんていうの、そのなんて言ったらいいか分かんない。もう間髪開けずに、もうずっと、もうずっとこういうこと。ずっとこういうこと。したら治るから、マジで。やってみて。これは私が思いついた方法です。でももしかしたら私の前に誰かが思いついてたかもしれないけれども、私は自分で思いついた。こうやったら治るじゃんってネットで調べたわけじゃなくて、私はこうやったら治った。そう、止まるまで飲み続けます。多分息をずっと吸ってるのもありなんだと思います。私の中でね、みんなの横隔膜は知らないけど、てかハゲてる、ここハゲえハゲてない、やだ、隠して、無理ハゲてる、やだ。やだ、ちょっと縛り直そう。無理だ、ハゲたままだ。え、めっちゃハゲじゃん。ハゲとか連呼しないの、アイドルが。はい、すいません。
15分経過した。ちょっとお腹もいっぱいになったんでランキング読みます。レッスン終わったらまた配信するかも、ちょっとわかんないけど、その時は見てください。まあ遅い、全然昼すぎる、夕方ぐらい。頑張ってきます。ということでランキング読みます。1位アシュラットピョンドさん、ありがとうございます。2位ベベモンさん、ありがとうございます。3位ヤクハナのソルティさん、ありがとうございます。4位、マジカナバナナちゃん、ありがとうございます。5位マチャルさん、ありがとうございます。6位サトくんさん、ありがとうございます。いいのたこ焼き食べたい7位ムーさん、ありがとうございます。8位コニタンイミズさん、ありがとうございます。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位タランボさん、ありがとうございます。11位マークーンさん、ありがとうございます。12位ケンキザキさん、ありがとうございます。13位マルさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。自主練と、まあ、その他もろもろレッスンと頑張りたいと思います。明日のあれもしなきゃいけないし、公演の練習もしてきます。それではまたレッスン終わったら夕方ぐらい、早く終わったら早く始めれるけどって感じ。またね、ありがとう、バイバーイ。